はい、皆さんこんにちは。メチャップスターズターザンバオゾーです。そして大河桜です。どうも、ヤモです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、今日ははい、はい、大河桜のお誕生日おめでとう。おめでとう。28になりましたね。あー、生きた。いやもう生きたね。生きたよ。この地に生を受け28年。ラオウより年上かな。ラオウいくつだ。ラオウいくつだっけ。なんかそのぐらいちょっと調べよう。はいはい、ラオウ28歳。28、もう30見えてくるね。見えてくるね。本当にラオウの年齢は25から26歳。ついて年上だわ。ラオウラオウにタメ語で話せるわ。おいっつって、おいラオウラオウ任せよみたいな。はい、そんなね、目立ちちゃいました。うん、ちょっとツイッターにも書いたけどね、あの、俺ババゾンさんに拾われた時がババゾンさん28歳ぐらいだったんですよ。28歳。あの時28っすか。28長ぐらいじゃないだったんですよね。28だったんですよ。はいはいはい。で、まあ本当その年で、その後ね、結婚もなされてね、考えたいな。ちょっとまあいろいろ教えてもらいながら、はい、はい、やってたわけなんですけれども、はい、まあちょっとやっぱあの時のババゾノさんの立場というかさ、と同じ感じなんでしょ、俺って。28になったんでね。ちょっとそれ考えられないなと思って。ああ。まあ、はいはいはい。やっぱだって、ね、大人だったもんって。まあ大人だった。でもあれからしてみたらいろんなことあったでしょ。え、確かにね。ここ3、4年、まあ4年ぐらいで、うん、まあ本当にいろいろありましたよ。やっぱ人は修羅場をくぐり抜けることによって強くなるわけで、うん、結構やっぱりさ、うん、その、まあ、思春期超えてからの、うん、その3年4年ってなんかまあ、うん、もう流しかなと思ったんですけど、うん、まあ、そのさ高校3年間は結構いろいろあるじゃん。あ、ね、15、16、17、18、まあ、幸いまあいろいろあると思うけど、うん、まあこの正直言えば25、26、27、28はそんな大したことないかなと思って、うん、死んでた死んでた。はい、まあいろいろあります、はい、うん、でなんかまあいろいろな、まあいいことも悪いこともあって、うん、まあその人間的にね、うん、まあ日々やっぱり成長できるなと感じました。なので、まあ、これからもあの油断せず生きていこうかと油断せず思います。はい、すみません、忘れてたことあったわ。何、はい、今回あの、うん、モンストで有名なタイガー桜井さんをお祝いしてます。いや、これモンストのね、はい、動画っすか、ね、はい、モンストそれモンストの、はい、モンストで有名な人なんだ。そう、モンストで有名なメンブルストーリーエプルストーリー M じゃなくてね、はい、そう、あのだからモンストの動画です。だからモンストの動画です。なんかモンストの話題どうぞ、宮坊さん。いや、イースターって何イースター、新しいイベント。新しいイベントか。ディズニーランドでは昔からじゃあモンストの話題、まあ本当これからマルチ、いろんなマルチでね、活躍していきたい、うん、所存。なるほどね、やっぱイースターで、やっぱイースターと切るということですね。はいはい、イースターとそれじゃないんだよね。それじゃいないからやる人、はい、それプレゼントを渡します。はいはい、ありがとうございます。なんとこれかな、はい、あ、これかな、モンストの蓬莱じゃないか、まだいいな。あれ違う、あ、ガブリエル。それ僕が食ったグッド。3つ食ったのね。残りカスです、ね、3つ食った3つも食った3つ食っちゃった。じゃあ俺から渡します。はい、はい、じゃあこれあげます。あ、建造、はい、もうね、これ察しのいい桜井さんならね、あ、建造パリって書いてある。何、もうあれですよ、もう今日パーカーも書いてあるしさ。あ、なんかでも確かにそう。ただね、結構色とかね迷いましたよ。もう最後俺の趣味で選んじゃった。ああ、うん、建造ってなんだ。建造はね、あの僕今その靴が建造なんです。ああ、結構ね意外と主張は薄い。うん、一応俺ら話し合ったんだね、小川さんも。おお、これでかい、マジで神かもしんない。マジで、はい、はい、これね、見えるかな、見えるかな、うっすら。あ、見えた、見えた。建造のスマホカバー、うん、おー、いらっしゃー、ありがとうございます。うっすらと虎がね、描かれてる。すげえ。あ、これか、いいね。これずっと裸で使ってたんで、うん、あ、やった、はい、めちゃくちゃいいじゃん。ちょっと食べてみますね、後で。うん、すごい、ありがとうございます。はい、センス溢れるな。そう、僕
ちょっとこの、そう、桜井さんのこの靴が、靴もそう、うんうん、あ、そうだそうだそうだ、はいはいはい、ありがとうございます。すげー、虎絡み、最近ここ1年ぐらいで一気にこの虎に寄せてってる感、うん、すごかったじゃないですか。確かにね、なんかね、虎がね、ちょっとあの社会現象そう、うん、トラ多いっすよ。オリツカタイガー、オリツカタイガー、トラ多いんですよ、世の中的に。世の中トラ流行ってるんで、ケンゾーさんはね、ずっとトラ持ってる。ああ、なるほどなるほど。街をちょっと歩くとトラがぴったりですね、はい、トラがっていう感じなんで、うん、やっぱちょっとトラが自然と増えていきますよね、うん、はい、なるほどなるほど、ありがとうございます。おお、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ次は誰、はい、はい、はい、ミヤボー、ありがとうございます。はい、ミヤボーと俺は昨日ね、一緒に昨日一緒に、おお、はい、これですか、デカめですね、これいいよ、あ、重めですね、あ、はい、箱ですね、あ、もう四角いね、デカめの箱が入ってる、サーチしてる、サーチ、サーチ、カードパックみたいな、これいいよ、これいいかもしんない、おお、いやね、これなんじゃないかなって、やはり、はい、きたこれ、ゲーミングヘッドセット、ロジクールの、これ、宮本さんおすすめのやつですか、これ。いや、僕は使ったことないです。あ、なるほど。なんて読むのこれ。アルテミス、スペクトラム。スペクトラムスの G933 っていうなんか、はい、で、ワイヤレス。え、ワイヤレスやばい。はい。じゃあ、マジで、サンちゃんが絡みつくんですよ。あー、なるほどね。サンちゃんがコードに絡みつくんで。悪い、そこは考えてなかった。なんか、普通に、多分アクティス5使ってるじゃん。うん、うん。多分もう1年以上使ってるのか。そうだね。うん、で、なんか、そろそろなんか、新しいのでもいいんじゃないか。やっぱ1年も経てばヘッドセット結構新しいの出るから、俺とは結構すぐポンポン変えちゃうから、同じネックタイとかもね、まあ、なんかいいやつで、俺もなんかワイヤレス欲しいなと思ってて、うん、まあちょうどいいんじゃないかな、結構、はい、その PC ゲームやるし PS4 でも多分そう、ね、白ってのがいいよね、おしゃれだよね、そう、白がなんか合ってるかなと、おしゃですね、これと黒があったんですけど、うん、じゃあ開けて、開けていいですか、はい、ちょっと早送りしてもらっていいですか。結構ね、頑丈についてるから、ね、頑丈についてる、丸いシールが、丸いシールが3つついてる、ベターンついてるから、あら、はい、ワイヤレスね、うん、いいよね、でも本当にあのまあその PUBG とかね、うん、APEX とか、はい、まあ普通に PC でゲームやってて、うん、してるわけじゃないですか、はい、でそこにこうサンちゃんがなんか時々飛び乗ってくる、あ、その時にもうヘッドホンのコードがガッガッってなって、あーってなる時があるんで、はいはい、ワイヤレスはね、いいと思うね、サンちゃんにも優しい、かっこいい、スタイリッシュ、白かっこよくない、いいよね、かっこいい、白かっこいい、これしかも耳はすっぽりこう覆うタイプ、あ、でも耳が痛くならない、確か、うん、そうね、密閉性も高い、 LR、 はい、 LR が表記ないところもおしゃれえ、あると思う、ある、多分ある、多分ある、ボタンがここにいっぱいついてて、そう、ボタンついてて、もうすごい耳がすっぽりですね、そうです、痛くならないでしょ、全然、だってもう耳に当たってないもん、一緒、ああ、じゃあよかったよかったよかった、これいいよ、ありがとうございます、しっかり充電してちょっと、ね、使ってください、はい、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、マイク、あ、それマイクっすね、逆でした、逆だね、こうだね、あ、いい、あ、そうだね、まあ、なんかゲーマーっぽい、おお、プロゲーマービームで、そうっすね、伸ばせる、伸ばせるの、確かなんかできる、あ、伸ばせるの、収納できるし、うん、おお、はいはいはい、感謝します、すごいですね、はい、かっこいい、はい、じゃあ最後はこれかな、はい、はい、さあ、これはもう分かりやすいよ、本当にもうすぐ分かる、まあ、だからもう見ていただければ最近あのハマってるやつなんで、ボルボルボークスね、ボークス、はい、まあ、ボークスも分かる人からしたらすぐ、あ、ボークスね、あもう見えた、もう見えた、レムリン出しちゃっていいかな、はい、ということでレムリン来た、レムリン、はい、色々バージョンということで、これめっちゃ可愛いから、マジで、え、オッケー、あ、クオリティがやばそう、いやだからやっぱ俺もさ、結構やっぱフィギュアうるさいから、俺がやっぱ許せるクオリティじゃないとやっぱ嫌で、へぇ、はい、グッスマじゃん、グッスマ、グッスマじゃん、結構やっぱでもいろいろあったんだけど、いろいろあったんで、そんなことで、我々はやっぱこれだって、なんかこれが一番いいんじゃないか、そう、俺水着とか嫌なんですよ、そうだから水着とかなんかめっちゃ際どいやつあったよね、あの下着とか、そう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 、これそんなん飾れねえじゃん、エッチすぎーってこれエッチすぎーってやつはちょっと、そうで結局なんかまあクオリティが一番高めのやつを選んだ、うん、
やばいっすねこれ、はい、仕込み傘持ってるしね、仕込み傘これめっちゃいいな、映えるっしょ、でも映えますね、店にあったやつでは一番良かったですね、これがやっぱ一番、うん、俺もかわい一番可愛いなと思ったし、そうそうそう、あこれ飾りますわ、ぜひ万丈一ちゃったね、いやありがとうございますこれ、じゃあこれオリビエの横に置いてもらって、オリビエの横に置きます増えてきますね、ありがとうございます、はい、ということでおめでとうございます、はい、ありがとうございます、で、うん、リーゼロレムのフィギュアと、はい、こちらのヘッドセット、ゲーミングヘッドセット、なんだっけ、ロジクールの G、ロジクールの G33、そう、はい、アルテミスね、アルテミススペクターもかっこよすぎるし、そして、こちら剣道の、はい、まあ、ケースと言ってますね、いただきました、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、いやすごい、本当に、はい、最高の仲間だありがとうございます。ありがとうございます。今年もね、いい年にね、はい、していただいて、はい、はい、そうですね。ますますのご活躍をお祈りしておりますので。お祈りきた。お互い日々精進していきましょう。そうですね。はい、はい、ということでいいですか、もうじゃあこんな出会いを提供してくれた、はい、モンスト最高。モンスト動画ですからね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またお時間をお会いしましょう。バイバイ。Yeah.